タスクさん、おめでとうございます。スイミングクラブの活動をもっと増やしましょう。タスク、誕生日おめでとう。パスレーン相手がいないときは相手してやってもいい。時間があれば。おはよう。誕生日おめでとうございます。最近兄貴が高藤さんに会いたいってうるさいんすよね。ほら、クソ寒い中タスクのバースデーマッチ開催だって。まあ俺はベンチの温め係に徹するつもり。朝の支度って監督さんの前。タスクの筋肉はムキムキね。私も肩にカレー乗せられるくらい鍛えないとだよ。モーニングだよ。早起きはさ。タスクに何が欲しいか聞いたけど、まさかフットサルの助っ人とは。予定が合えば協力するよ。おはよう。よいしょっと。これか。卵、プロテイン、鶏肉、もちろんタスクさんへのプレゼントだ。おはよう。監督もタスクの誕生日。サッカーはお断りだけど、ポンポン持って応援くらいはしてやるか。おはよう。昼服もタスクさん、お誕生日おめでとうございます。今度は僕に筋トレを教えてほしいです。おはようございます。今日もいい日になりますように。監督さんも漫画読みますか？おすすめ。タスク、おめでとう。プロテイン買ってきたから、これで俺の体も三角にして。朝ごはんは今年こそタクスニャン取ろうと思ったのに逃げられた。もう加工で耳つけてやる。おはピコ、今日の俺も絶好調。今日も可愛いね。ピコって響き。さて、タスクさんの誕生日だけど、やっぱサッカー大会と一緒に野球大会も開催しません？部活の朝練なくなったけど、癖でつい早起きしちゃうんだよな。タスクさん、誕生日マッチとか相変わらずだな。ま、俺も負ける気ないんで本気でいくわ。
マジ眠い。稽古ね。タスクさん、おめっす。少しはサッカーできるようになってきた。いつか試合がしてみて。あんた、朝からよく働くな。誕生日おめっす。いつかタスクさんとあの舞台に立つって昔の俺っちに教えてあげたいっす。朝からうるさいって。タスクさん、この後差し飲みとかどうですか。いい機会かなと思って。いい酒もありますよ。おはよう。って高藤、おめでとう。いつも寮のものの修理頼んじまって悪いな。本当に助かっている。だらだらすんな。人をヤクザヤクザ。タスクさんおめでとう。腹筋鍛えた方がいいって言われてから筋トレ続けてんだけど、どう？はよ、顔洗ってしっかり。監督ちゃんの言葉、ドキドキ。タスク、おめでとう。年齢を重ねて芝居も変化していくけど、俺は変わらずタスクの芝居が好きだよ。おはようございます。今年もありがとな。祝ってもらうのは正直未だに照れくささもあるが、悪くないもんだな。朝一のランニング。ハッピーバースデータスク。マシュマロになる夢、俺も見たい。どうすれば見られる？おはよう。タスク君の誕生日だ。グランフロマージュブリオシュフェルマータを復活させようか。おはよう。いつ。タスク、誕生日おめでとう。たまには僕の助手席に座ってみる？今日だけ特別だよ。たまには早起きも悪くない。高藤、おめでとう。ランニングだけではなく、たまには空手もやってみないか？監督、おはよう。寝ぼけているのか？俺はシトロニアではないぞ。